つも冷房のさ調節あるはずなんだけど、アイスミルクです、うん、寒いな。わかりません分からないので諦めます。おいしいアイスクリーム。え、どこにあると思う？寒いんだけど結構本当に。なんで？ここが寒い。入り口になかった。ちょっと配信終わったら誰かに聞いてみます。うん。隙間風？そんなことある？ベッド付近にね、あったオフ、アラーム、ボリューム、ナイトランプ、なんとここにあった。初知りなんだけど止まった気がする。まだ夜ご飯食べてないんですよ。焼きそば、どでかい焼きそば。レンジで2分って書いてある。別に食べれるよね。冷えた焼きそばだ。
絵にないんだもん。普通に美味しい。美味しい。先ほどねマヨネーズはつけません。ネイル、おいしい。焼きそば食べてる。飲み物は水です。この後メンバーの部屋には行きません。移動するのが面倒なので。ゆずさんがおいでよって言ったら行っちゃう。言わないけど。おいしい、おいしいよ。
明日のパン、アンパンマン、ポン、アンパンマン。めっちゃちっちゃい、グーカホの拳ぐらいのパン。朝パン。違う、でも何味だろうこれ。ミルク、うん、じゃあ、ほんのりミルク風味の素朴な味わいですって書いてある。明日リハーサルから本番までちょっと時間があったりするので、夜遊び行かないです、寝る。うん、全然来てくれたら全然会うけど。ゆうさんが一人で寂しいからコンビニついてきてって言ったら、コンビニまでついてって部屋までついてく。部屋までついてくけどいいですか。完全 TV の劇場、うん、発表された瞬間に知った。詳しくわからないものには触れないタイプだから。触れてない。何やるんだろうね。歌唱はしないって、歌唱してくれた方が安心なんだけど、変なことするかもしれないじゃないですか。ってなった時ならないように歌唱
してくれた方が安心なんですが。ということもあって得体の知れないものには触れません。だってわー楽しみみたいな書いてさ、めちゃめちゃさ辛かったらさ嫌じゃない？完全 TV に限ってそんなことはないと思うけど、焼きそば食べてます。今日その話しててゆずさんとナッキーさんと、ケツユズキしかいないよねみたいな言ってて、詳しく見てないから分かんないんだけど、私がいますよって言ったらって顔してた。まんだらでもないようだ。焼きそばおいしい。焼きそばソースを主食してつらげする。嘘、焼きそばだよ。27日、明日はアットジャムで、明後日が競輪なんですよ。中継って全然ね詳しくないから焦ってます。競輪大丈夫かな。自転車乗れないってなったらやばいよね。
27日は一人なんです。車検っていうの？ガオリンのリン負けリンのリン言っとくね。カホリンの競輪番組みりんリンリン漢字で書くとカホリンなんだ。それでカオカオはボブの告知してくれてる人いる。もう皆さん予約しましたもんね。治安が悪いぞ。ホイヤの得点が当たります。トレードしてもらってうまくね。もう結構眠たい、結構眠たくなってきちゃった。ご飯食べてるとさ眠くなっちゃうんだよね。負けんで、こんばんは。焼きそば食べてます。早くなってきちゃった。明日は今日ほどではないけど、うん、意外と足の音です。
調子に乗っていろいろ買いすぎちゃった。絶対こんな食べないのに。調子に乗ったわ。さあ調子に乗ったぜ。なんかいっぱいになっちゃった。お母さんに言われた。かほちゃんは1回に食べる量が少ないから燃費悪いね。燃費はね、燃費って何？別に悪くはないんですよ。省エネだから。逆だって大田さんに言ってやろう。お腹減る。常にお腹すいたって言ってる。でもその分あれなんですよ、こう家から出ないし食べないからかな、食べないからこう外に出るとエネルギーの消費量が大きいんですよ。だから電池切れちゃう、お腹すいた眠たいって寒いってエネルギー足りてない証拠じゃんね。十分足りてませんが。省エネだからこう道目的地に行く時も最短ルートで行きたいし、荷物運ぶ時も往復をできるだけ減らしたいし、こう。効率よく、無駄なエネルギーを使っちゃうともう切れちゃうから、すぐチーン。すぐチーンってなっちゃう。
っちゃうから、エコです。でもじゃない、でも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 さ、配信する元気あるじゃん、あるじゃんか。だからさ、賞味元気なのかもしれん。エネルギー、なんか電池切れたと思いきや、こうあの低燃費低電力省エネモード、そうそうそう、ギリギリでこうつなぎ止めていくタイプの配信もね。だって普段さ、家で一人でいるときにさ、喋らないじゃないですか。それをやっぱ喋ってるから、喋る部分のエネルギーはいりますよね。こう何を喋ろうみたいな感じのエネルギーは使えますけど、割と自由にやっちゃってるから、他の部分のエネルギーは使ってないかもね、私配信では。だってこう しっかりしたライトを焚いた部屋で、こうカメラをしっかり置いて、ソファーをしっかり使って座ってみたいな、収録みたいな感じの配信はしてないから、意外と楽に配信はしてるけど、喋るからさ、やっぱりそこですよね。考えるのも、でもね、考えてないんですよ考えながらいろいろ、言葉は考えながら選びますけど、いつもこう講演とかライブとかで話す内容を、ここでこうやって話そうとか、ここはこうやってまとめようとか思ってるのは、それはすごく考えるけど、配信中は考えてないから何も。だから全然喋らないときは喋んないし、喋るときは喋るしって感じですね。ちゃ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 。じゃ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 、わーわーわー、どんな時も心にパワー、わーわーわー、心にパワー、じゃ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 。家でもね、あんまり喋らない。喋るかな、昔よりは喋るようになったかも。TikTok なんか撮ろうと思ったんだよな。1、2、3、はい。なにに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 ひとりごと。
言ってるかも。独り言は言うかもな。携帯に言ってるか、携帯にちゃんと。この夏やり残したこと、なんかプールに行きたかったとか、旅行したかったとかはあるんですけど、それをやりたいかって言われたらうーん、別にいいかもしれない。寝たい。休みがあったら寝たい。っていうタイプなので、こう自由ですよね。だからやり残したことはね、意外とないんですよ。意外と、ま、夏は満足したから冬おいでって感じ。冬来てもらっていいよって。プールで寝ればいい。大丈夫それ。ベッドで寝ようよ。ウォーターベッド買って寝たら一緒一緒。冬いいですよね。冬好き私も。でも寒いかも。でも寒いのにこたつ入ってぬくーってするの好きなんです。だから早く冬来てほしい私も。でももうだって、あと里かほラボをどれぐらいだろう、8月終わったでしょ。もう一回あるか。8月、いやないか、9月、1、7、14、21、28、あと7、8回里かほラボを聞いたらもう冬入りし始める頃だから、うん、次の放送忘れそう、言ってください。次の放送、次の放送9月1日。あ、9月1日収録したかも。9月7かな。木金土日月火水木8だ。木金土日、木金土日月火水木8だ。8でした。木曜日。3本、4本撮る時もある。寝ちゃうな多分もう食べてすぐ寝てダメだよね、牛になっちゃう。食べてすぐになって牛になる。
生放送含めて4。夏よ、僕のニュ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 、この向きは変わってきた。情熱の予感に僕の心は震えてる。日焼けより後に残る思い出を作りたいよ。もっと熱くなって君を迎えに行く様。歌はね、聞いてないです。なおさんの、今日なおさんのコメントがあったんですけど、なおさんのは聞きました。生放送と収録放送、生放送は放送しながらハッシュタグとか見れるけど、収録放送はもう撮っちゃってるから。って感じかな。にゃー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 にバナナチョコ、パナナ、パナナ、おー、パナナ、うわー、セールのチョコボール君いなかった。そうだそうだそうだだ。パーマーはパーマーだな。ミニオンしっかり見たことないんだよね。誰が悪い人なのかわからない。朝は5時半とか。眠い。パーパパパパパパ。3ヶ月連続でいいな。昨日の夜、昨日の帰りにね、明日朝早いから明日のご飯を買っていこうと思って、昨日の夜に買って今日の朝食べる予定だったサンドイッチたちを冷蔵庫に入れて朝持っていこうって思って寝たんですよ。そしたらなんと今日見事に忘れまして、まあ今日もお家に帰ってないわけですよ。だからまあサンドイッチの期限が切れちゃう、切れちゃうなと思ったから、お母さんに食べていいよって送った。冷蔵庫開けたら思ったってきた。しっかり入ってたから。残念。で今日
そう、空腹のまま向かうわけにはいかなかったので超急いで買いました、ご飯。ネイル新しいね。眠たいよ。ネイル。パヤ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 。うん、配信終わってから速攻で終わらせた。確かに明日覚えることあるや。 Oh no。 10時になったら配信も終わろうかな。応援しかできないんで頑張ってね。応援してください、誰よりも、誰よりも負けない応援を誓います。先生、お願いします。眠たい。多分横になったら多分明日になっちゃう。苦笑い、なんで苦笑いって打ったの。苦くない、甘い。佐藤だからね、一人部屋です。タイムマシーン、ね、寝て起きて戻して、寝て起きて戻してってしたらたくさん寝れるのにね。みんながたくさん寝れるのにね。私だけじゃなくてみんな寝れるよ。うん、私もなんか声聞こえる、隣から。ねえ、今日の TikTok も見てね。更新したので多分みんなが好きだと思う動画を更新したので見てください。踊ったり歌ったり変身したりはしてないんだけど、今日の動画はみんな好きだと思う。ぜひチェックしてください。というわけでランキングを見ます。1位のの、ありがとうございます。2、あら、あ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 りがとうございます。3位、ふふふふ、ありがとうございます。4位、あ、ありがとうございます。5位、ぽぽぽ、ありがとうございます。6位、しょ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 、ありがとうございます。7位、ジェジェ、ありがとうございます。
8位ヒヒヒありがとうございます。9位ムムムありがとうございます。10位ルルルルありがとうございます。11位コックコックコーありがとうございます。12位タタタタありがとうございます。13位イイイありがとうございます。ありがとうございます。手のひら全部を使って拍手しました。こっち岡さんなんです。あおちゃん引いてます。振り入ってる。うんと、わざとだよ。拍手が聞こえる。何してる。拍手が聞こえるって言って、そりゃそうだよ。鳴らしてんだから。耳がいいですね。届いた。でも先にこう、じゃ違いますよ。皆さんをこう壇上に登ってくださった皆さんをお祝いする拍手がこう壁を越えて拍手返ししてきた。壁を越えて届いたっていうこと。響いてる。ちょうどここにいるのかな。どうなんだろう。わかんないけど。だとしたら壁の薄さ。というわけでランキングを見ましたね。うん、おやすみなさい。おやすみなさいでした。眠たいね。またね。バイバイ。